どの町でもそうであるように、この小さな漁村ケープコットへもクリスマスはやってきた。人々は皆笑顔、村は幸せな空気に包まれていた。そんな楽しげな雰囲気の中、一人仏頂面の男が歩いていた。彼の名はスクルージ。クリスマスなのにもかかわらず、笑顔を一つない彼は苛立ちを隠そうとはしなかった。スクルージを苛立たせる理由、それはミッキーとミニーから届いたクリスマスツリー。わしはクリスマスなんて祝う気はないんじゃ。彼はそうつぶやいた。なんで？スクルージさんはクリスマスが嫌いなの？私は違う。私はクリスマス大好き。そうよね。私もクリスマスは大好きよ。でもね、スクルージは違っていたの。クリスマスから逃れたい彼はあちこち歩き回った。でもこの時期は村中がクリスマスでしょ。行き場の見つからない彼は結局戻ることにしたの。一人きりの我が家にね。スクルージおじさん、なんで帰っちゃうんだろう。帰っちゃったらお友達できないじゃない。その通りよ。でもなんで？私ももし一人だったらクリスマスは寂しいと思うわ。スクルージおじさんはきっと一人ぼっちだからクリスマスを楽しめないのよ。ベス、あなたは優しい子ね。そうだ。どうしたの？私がお友達になってあげればいいんだ。そうすればスクルージおじさんは一人ぼっちじゃなくなるでしょ。私決めた。スクルージおじさんに会ってくる。そして一緒にクリスマスをお祝いしてくる。待ちなさいベス、待ちなさい。こうやってスクルージに対する強い思いを胸に、ベスは物語の世界に入ってしまったの。クリスマスツリーのことを忘れるために金貨を数えるスクルージ。クリスマスツリーの輝きだ。はっ、くだらん。村で一番美しいのはこの金貨たちに決まっておるんじゃと、彼は数えていた金貨を満足そうに眺めた。すると、誰もおらんぞ。誰もおらんと言っとるじゃろ。わかった。まったくノックまでクリスマスか。スクルージおじさん、メリークリスマス。これね、ミッキーたちがくれたクリスマスツリーって。なんだ、勝手に入るな。趣味つまみ出してやる。はい、プレゼント。ありがとうって。だからわしはこんなものはいらんと言っとるじゃろ。わしはクリスマスなんて大嫌いなんじゃ。じゃあこれは？クリスマスツリーじゃ。誰の？わしの。メリークリスマス。だからわしはこんなもんはいらん。一枚の金貨、2枚の金貨、3枚の金貨、4枚の金貨、5枚の金貨、6枚の金貨、7枚の金貨。とってもケチなスクルージ。彼は大好きな金貨に囲まれ上機嫌だった。一方、クリスマスカードを突き返されてしまったベス。彼女は部屋を見回すと、ツリーのものと思われるスイッチに向かっていったの。ツリーを明るくするためにね。スクルージおじさん、メリークリスマス。うわ、
何勝手なことをしとるんじゃ。電気代の無駄じゃろう。さっさと帰れ。だいたいわしはな、クリスマスといったっていつも仕事じゃ。クリスマスの楽しみ方なんてもう忘れてしまったんじゃ。スクルージの大きな声に驚いたベス。傷ついた彼女はスクルージに背を向けると部屋を飛び出していってしまったの。するとそこにクリスマスの挨拶に回っていた二人がスクルージの声を聞きつけてやってきたの。スクルージ、今女の子が泣きながら出て行ったけど何があったの？これも全部お前たちが送りつけたこのツリーが悪いんじゃ。私たちのツリーが？あら、これは何かしら？それはベスがくれたカード。置いていったのか。ベスのくれたカードを受け取るスクルージ。彼はそれをゆっくり読み始めたの。そこに書かれていたのはベスの優しい気持ち。スクルージおじさんへ。一人きりのクリスマス寂しかったでしょ。一人ぼっちだとクリスマスツリーだって綺麗に見えないもん。だから私がお友達になってあげる。一緒にお祝いすればきっとスクルージおじさんもクリスマスが好きになると思うよ。メリークリスマス、ベスより。ねえ、知ってる？クリスマスツリーの光は優しさで光るんですって。だからクリスマスにはみんなツリーを飾るんだ。いつも真っ暗なクリスマスツリー、ベスはきっとあなたのツリーを輝かせるために来てくれたのよ。ベスはわしのために。二人の話を聞いてスクルージは優しさを忘れていた自分に気がついたの。クリスマス、その本当の意味を忘れていたスクルージ。ミッキーとミニーは彼にそのことを教えてくれたのね。わしはどうすればいいんじゃ。そうね、ベスのためにツリーを輝かせるのはどうかしら。でもわしはベスを追い出してしまった。彼女はもうここにはいないんじゃ。大丈夫だよスクルージ。きっとこの物語を読んでいる人が僕たちを手伝ってくれるよ。物語を読んでいる人？大変、私たちのことじゃないの。いいわ、ひとまず私はベスを探してくるから、みんなは私の代わりに物語を読み進めてちょうだいね。さあスクルージ、準備を始めよう。準備？そうだよ、ツリーを輝かせるんだ。でも大丈夫、僕たちに任せて。わしにもできるかクリスマス。もちろん不安なこの気持ち、だけど不思議なことにわしの胸も高まる。ここに迎える初めてのクリスマス、鈴の音に身を任せ準備を始めよう。始めましょう。よし、
ツリーの飾り付けなんて何年ぶりじゃろうか。スクルージったな。みんな準備は整ったかしら。です。さあベス、さっきはごめんなさい、勝手にツリーのライトをつけてしまって。いいんじゃいいんじゃ、悪かったのはわしの方なんじゃ。さあみんな揃ったな、みんなでクリスマスを楽しもう。頼むぞベス、ライトをつけてくれ。スクルージさん、クリスマスツリー、優しさ大丈夫か。どうしよう。ラブクリスマス、スクルージでしょ。みんなどうしたの、暗い顔をして。実はツリーが壊れてしまったの。ごめんなさい、私のせいで。いやあらあら、さあ今クリスマス楽しむや。はい、プレゼント。ドナルド、ありがとう。でもな、わしは気持ちだけで十分じゃ。やっぱりクリスマスなんて大嫌いなんじゃ。これは君にやる。スクルージさん、言っておくが、あのツリーを壊したのはお前さんじゃないぞ。スイッチを乱暴に切ったのはこのわしなんじゃから。みんな、ツリーが。優しさだよ。わしの、心の温かさ、放つ優しい光、みんなで集めましょう。ツリー光らせるの、街中の優しさ、集めて一つにする。顔やこれ違うように、それぞれ優しい物語にあふれる季節、それを集めればきっとツリーは輝きを取り戻すわ。そうだね、ミニー。さあ、ベス、君の思いも聞かせて。感じる温かさ、ツリー囲む笑顔、思いやひとり。
リトルクリスマスストーリー。優しさの放つ光、ツリーに奇跡起こせ。メリークリスマスベス。メリークリスマス。物語のおしまいはご覧の通り。ベスとみんなのおかげでスクルージのクリスマスはとっても素敵なものになったの。次はあなたの番。素敵なクリスマスの物語を見つけてちょうだいね。メリークリスマス。